してさて皆様、時は1840年、天保11年、幕末の動乱期を迎える前でございます。自分自身は18歳、これからおいは何者かになれるとやろうか、後に名を残すような大きな仕事ができるとやろうか、そんな不安と悩みを抱えている頃、場所はここ佐賀城本丸近くに佐賀藩の学校藩校講道館というものがございまして、その脇町松原川というきれいな川が流れております。その川っぺりでの出来事、夏の暑か、そのがっぺぬか、もうある日のことでございました。幕末維新、佐賀の八賢人おもてなし隊によります歴史寸劇、同い年、始まり、始まり。ぬかぬか、がっぱいぬか、ぴえらいぬか、ああ、ぬか、ぬか。なしておいはこがん、運がなかとやろうか。きれいか川に、恋のこっちば見よう。いや見ても餌あげんぞ、あげれんぞ。わしの話は聞いてくれよか。実はな、わしはな、実家ば出され、養子に生かされて、家業の技術を頑張って勉強ばしてきた。その甲斐もあって、前の殿様からは、栄寿というこの上ない名前までつけてもらったんじゃ。そいがどうじゃ、突然江戸に行って、医術ばやめて漢学ば学べと。それで、やっと漢学が面白くなってきたと思うたら、次は急ぎ佐賀に戻ってこいと。これじゃ、おいは、なんで関連中途半端じゃ。一体自分とは何なのか、武士か医者か。佐野栄寿常民は何者かになれるとやろうか。はあ、腹減った。もう腹の減った。腹減らん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 。もう。もう朝からもう何も食ってない思いは。実はな、うちのかか様はな、おいにはお茶碗小顔すり切れ一杯しかくださらんのに、飼ってる犬には好きなだけ食わせるんじゃ。おいが養子犬やろうか。いかんしかし腹の減った、腹減ったもん。もう何かなきゃかな。え、何でこれ。あった。そうじゃ。おいにはな、おいにはこの殿からもらった大層珍しい薬があった。まあ薬じゃから腹の出しにはならんが、一口舐めれば気力や体力を回復する飛躍中の飛躍なんじゃ。おれ、一口舐めてみようかな。名前を確か野中うさいえんという名前じゃ。娘がえらい美人でな、もうな肌はな抜けるように白いんじゃ。
でな、笑顔が可愛らしくてな、目はパチッとして、まつげがシューッと長くて、先っちょがくるんってしとったぞ。アガン美人はそうそうおらん。よし、行こう。あ、この間、お前の弟の次郎と一緒に、その茶屋に行ったっちゃ。うん、そしたら、その娘さん、老いたちが注文した餅より、次郎の皿にだけ、一個余計に餅が入れとしちゃったのよ。意味わかるやろ、女子的に。意味わかるよね、女子的に意味わかるよね。そしたら、お前の弟さん、次郎、女、餅が一個多い。次郎はバカなんじゃ。そしたら娘さん、次郎の方をじーっと見て、お、あんた、藩校講道館でお勉強ばしよらすお侍さんやろ。このお餅、うちの気持ち食べて。そしたら次郎のやつ、話はどぼーっと。お餅や。な、誰？な、なんか鼻血のことは着物が来て。なんか。ま、お主が知らぬのも無理はなかろう。おいは、佐野栄寿冷ためというものじゃ。医術と漢学を治め、果実、江戸より戻ってきたばかりじゃ。鍋島の殿から。最も期待されておる佐賀藩の若き ホープというのはわしのことじゃ。ん、何や、膝ったらしくな。栄寿、久しぶりじゃな。久しぶりじゃな。また随分と賢そうな顔つきになってから。どうするな。ちょ狛江中央知っとった？知っとんも何も。佐賀ひろしといえど、こがん頭の横やつは他にはおらんぞ。なんばいいよっと、お前を凌駕するほどの男がこの国にそうそうおるはずなかろうもん。おいはこん国の故事や歴史、帝についてなら誰にも負けん。ばってん、こと医術、算術にかけてはこの栄寿の右に出るやつはおらんぞ。そがん秀才や。これは失礼した。拙者、島ダンエモン殿ちゃったか。みんなからはダンニョンって呼ばれてます。よかぞ、ダンニョンじゃな。なにダンニョン、アイヌにも呼べよ。ダンニョン、なにダンニョン、アイヌよ。ダンニョン、なんや、何がいい。お主のさっきからずっと見ておったが、道の真ん中で腹減らんとか恥ずかしいとは思わんのか。落ちていきらん、ね、それは人間の正義やけんね。仕方んなかとじゃあ、あんみゃか、ね、腹の減ったら食いとうなる、食うてしもうたら出しとうなる。はい、かりんとう食べてしまえ。なんよ、武士は食わねど高い王子じゃ。何や、黙って聞いてりゃ偉そうに。何じゃ。じゃあ聞くわな、お主は一体何者なんじゃ。え、医術と剣学を学び、医者か武士か、お主は一体何者なんじゃ。おいは、おいは、すぐ泣くとき言われたこと。エイジ、ほら、俺たちは同い年じゃ。うちは仲良くしいで。それぞれがしっかりと学んで、何者かにならん。自分たちの持ち場で力も発揮して、この国は変えるんじゃ。佐賀だけじゃなかぞ。
この日の本の民すべてが笑顔になる。そこば目指さんば。そうじゃな。そうじゃ。その通りじゃ。そうじゃ。あいや、腹が減ってるお主らに珍しいものを新鮮を。ほう。な、すごいんだ。かりんとうか。あいや。かりんとう食べ物ではないんじゃ。うん。じゃあ、じゃん。これはな、薬じゃ。おなかうさい炎という薬でな、一口に舐めれば気力体力が回復する飛躍中の飛躍なんじゃ。おお。一口舐めてみるか。お。うわ。腹減りなって吹っ飛ぶぞ。うん。すごいな。ぜひ、そうな香りじゃな。そうじゃ、漢方か。感じなんか。野中うさいやという。そうじゃ、前の妻様がな、おいだけにくれたんじゃよ。ちょっといただいてみよう。うん、お宝もんじゃよ。うん。おお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 。ドーン！ドーン！もうちょっとでなんかスーパーエレヤシに入る。スーパーエレヤシ。もうちょっとくれ。もうちょっと。もう一度食べ。とまあ、こうして生い立ち3人は友達になったと。後日佐野が偉そうに、ウサイエンを舐めたかったら俺ん家に来ないかっていうもんやけんが、佐賀は下須工事にある医者の佐野家へと遊びに行ったんじゃ。夏も終わりの夕暮れ時のことじゃった。エイジュ、邪魔するぞ。おう。おう、ここが医者のせがれの部屋か。ずいぶんと広いな。あ、そうか。おう、本もいっぱい置いてあるな。うん、おう、なんじゃこれ。あ、いや、それ、すまんか。怪しい本か。お、いや、それは。ブラックジャック。変わった本じゃな。なあ、駒一郎。うん。おぬしは孔子の言う愛についてはとばん思っとる。うん。そうじゃな。孔子の言うことにもうなずけることはあるな。うん、まずは父や母。そしてご先祖様に対する畏敬の念は当然持つべきじゃ。すべての倫理はそこから始まるからな。おいは今一つそれがしっくりこん。ほう、何でしょう。おいはな、うん、やっぱりか。ええ、そこまで言うたならみんな話してみらんか。俺が聞いてやっけんか。お前一郎、そうじゃな。実はな、わしはトト様やカカ様への愛、それは当然持っとる。当然じゃ。だってそいが他の人への愛より重く深いかといえばそうでもないんじゃ。あ、いや、おいは養子になされてしまったけん、親の愛というものを素直に受け止めるだけんかもしれん。そうか。そんなら諸子百家に国士というもんがおる。ほとんど論ぜられん男じゃが、なかなか面白いぜ。英寿にはその国士が唱えた博、はい、この博愛という言葉がしっくりくるかもしれんな。博愛、うん、広くまんべんなく愛すということか。そうじゃ、人にはそれぞれ事情がある。じゃがこの国士様じゃったら英寿のことを分かってくれるじゃん。お前一郎。じゃが英寿、血縁も無縁も同じように愛すということは
それはもうすでに朱子学を否定しとることになるぞ。そうか。待って、お主はなんで朱子学を否定するんだ。朱子学はな、この国の幕府が侍たちを飼いならすために中国から借りてきた学問なんじゃ。なんで自分らの心を耕す学問をよその国から借りてきて学ばんといかんのじゃ。それがもうすでにおかしかろうが、英寿のように博愛もよか、孔子の言う佐藤愛もよか、それぞれの論だったらいいんじゃ。じゃがな、どんだけ朱子学を学んだところでこの日の本のことはわからんのじゃ。それは何でかわかるか。それはな、この国の中心が幕府じゃないからじゃ。中心が幕府じゃない。そうじゃ。今の世は天皇がこの天下を徳川に預けとるだけなんじゃ。天皇は、あ、それはわかるわ。天が、ここは佐賀藩じゃ。徳川より鍋島の殿の方がわしは大事じゃ。それじゃ、幕府が一番という考え方も大間違いなら、佐賀藩が一番という考え方も大間違いじゃ。諸悪の根源はわかるじゃろ、はがくれじゃ。いや、声がでかいぞ。まあ、文句が来るならかかってこ。これだ、どうする。はがくれ。うわっ、ダンニョンか、びっくりさせるな。ダンニョンか、どうした。戦じゃ。何、エゲレスが真に攻め込みよった。とうとう正体も現しよったか。エゲレスはえげつなかぞ。真のためにアヘンという毒は吸わせて骨と皮だけにしておきながら、後から大砲ば積んだ船でワンワンワンで攻めてきよる。歯向かうやつは皆殺しじゃ。あいつら笑いながら人の国が跳ねうるっちゅう話ぞ。なんでじゃ、なんで。同じ人間やろうもん。己がないんじゃ、誇りがないんじゃ。己のないもんは他人ば攻める。その畜生格差、今度は生い立ちの国に攻めてくかもしれんっていう話ぞ。ダニア、我がどがんすつもりか。知れたことを。戦の最前線に立ってこその島ダイヤモン吉武、ピュンピュンピュンで飛んでく大砲の弾やゴーゴーと燃え盛る炎の前じゃ儒学も朱子学も何も関係なか。必要かとはそれらをかわし突撃する肝っ玉の太さじゃ。この国の礎とならんとする意志の強さなんじゃ。あっぱれ、さすがダニヨンじゃ。まさに地高不法一、根っからの陽明学者じゃ。義を見てなさざるは言うなきなりばい。迷いがなか、羨ましか。英寿、迷うたらいかん。イギリスの次はアメリカもオランダも我も我もとこの国ばほふりに来る。その前にやらんばいかんことがある。やらんばいかんこと。この国のこの国たるゆえんをわしらがしっかりと学んで伝えるんじゃ。行動官の弟たち、農民に、町民に、殿にも、いや、将軍にも、今国は誇りば正しく伝えられるわ。わしら左官門以外におらんろうや。そうじゃ、駒一郎、その通りじゃ。そうじゃ、戦の前に学問じゃ。誇りを培うんじゃ。培った誇りは大砲の弾よりも強い。おいたちの戦場は行動感じゃ。日の本のために、誇りのために、おいたちが何者かになるために。おいたちは必死になって勉強した。自分たちが何者かになるために。駒一郎こと枝吉信用はその後義裁同盟を作り、後の明治政府で活躍する若き者たちを次々と育て上げ、日本の在り方、舵取りのさせ方を教えたんじゃ。だが流行り病のコレラに感染した妻を看病し、
それを見とった後、自らも病に侵され、41の若さでこの世を去った。ダンニョンこと島大門義武はその後北海道に渡り、札幌の町の基礎を築いた。だが新政府によって佐賀が窮地に陥ったと見るや、急ぎ佐賀に戻り新政府軍と戦った。前線虚しく戦いに敗れ、詳しい宣言かけられることなく、形状の露と消えた。お前一郎、男女、二人はわしを置いて遠くに行ってしもうた。だが駒一郎たちに教えてもらった博愛という言葉と思いは今も心の中に残っておる。そして明治になり、ヨーロッパでの見聞を得て、わしは博愛を旨とする組織、日本赤十字社を作ったわけじゃが、果たしてわしたちは何者かになれたじゃろうか。自分のことはようわからん。今の世に生きる皆さんよ、教えてくれかの。おいたちは何者かになれたじゃろうか。幕末維新、佐賀の八賢人おもてなし隊によります歴史寸劇同い年、本日は最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。この3人が共に構造館で学び合ったこと、そしてそれぞれの目標に向かって日本を変えるために目に向かって突き進んだというのは全て史実でございます。この史実に基づいた歴史寸劇を後世の人に楽しく分かりやすく伝えるべく行っておりますこの活動でございますが、皆様の応援のおかげもありまして、この活動10年目を迎えております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。